はいどうもタクタクです。切り勝手やっていきたいと思います。切り勝手元素ですね。とりあえず食堂に戻らねばならん。2人しかいないけど、3人いるんだけど、本当は朝にいる。今この空間を支配しているのは夏野ちゃんか。彼女を解放してあげない限りやっぱりこの場所からは出られないのかな。多分ね。でもよ、2人とも、夏野ちゃんはどうして悪霊になったんだと思う？どうしてこの場所で死んで悪霊として現れたんだと。それは湯越さんは実のところ人体実験なんかはしていなかった。それどころか むしろかつての犠牲者たちを救ってやっていたんだ。なら夏野ちゃんは湯越幾人に殺されたんじゃない。なら一体誰が夏野ちゃんの命を奪ったと言うんだろうな。こいつか。それは確かにね。夏野ちゃんは誰がか。どうした？僕行くよ。どこへだ？夏野ちゃんを解放するために僕も彼女の体を探そうと思う。高木の時だって解放したあいつから直接犯人を聞いたんでしょ？なら夏野ちゃんを解放してあげられれば彼女を殺した犯人だって直接彼女から聞けるだろうからかな。まあそうかもしれないけどな。大丈夫、ちゃんと水を汲んでから行くよ。危なかったらちゃんと逃げるよ。だから3人で手分けして頑張ろう。宗師に言われた通り生きて帰るために。分かった、頼むよ。任せ。春菜、どうした春菜。三ツ矢くん、あのね、私こんなことになっちゃってから言うなんてもう遅すぎる。遅すぎるけど、はい。謝らないといけないことがあるの。謝らないといけないこと？そう。私たちはこうなっちゃった理由はね、また泣いちゃった。全部私にあるのよ。この屋敷へ連れてきたことなら別に。それだけじゃないのよ。どういうことだ？実は、私がね、この屋敷の霊を呼び寄せちゃったのよ。お前どうした？春菜。春菜どうして呼び寄せちゃったの？それはね、私たちが集まる前日のことだった。あ、何これで合ってるのかな。ああ、大丈夫よね。もしこれが成功して夏野ちゃんの霊が出てきたら、どうしていなくなっちゃったのか聞ける。あ、なるほどね。それ聞きたかったんだ。あの時から長いこと調べ続けてようやくたどり着いたんだ。よし、やってみよう。ふう。黄泉の亡霊たちよ。聞いたまえ、どうか。桐岡夏野の、御霊を呼び戻したまえ。あ、これやってたね。オープニングでね。殺された。うん。え、殺された？夏野ちゃん？ねえ、夏野ちゃんいるの？夏野ちゃん！あなたは一体誰に殺されたっていうの？そんなことは。だからね。私が恒例術を使ってしまったばっかりに。夏野ちゃん以外の霊たちに呼び寄せられて、こんな風に私たちを狙って殺していったのよ。元気はお前か、春菜。全部私のせい。なんだろうな、結構シリアスな場面なのにな、ちょっと冷静に聞くと、なんか、突っ込みどころが満載だぜ、春菜。私が夏野ちゃんの霊を下ろそうとしなきゃ、こんなことにならなかったの。確かにな。ごめんなさい。ミスや。なるほどな。だから霊を集まったんだ。そうだったんだな。春菜、さっきも言ったけど、謝るな。いや、そこ謝っておけ。お前のせいじゃない。少なくともお前のせいだけじゃない。まあまあ、それは否定しないけど。何もかも偶然の上に成り立ってたんだな。まあ、こうなると思ってなかったもんな。春菜もな。恒例術を行ったのはお前だけじゃないんだ。ああ、なるほど。なんだと？え？なんだと？それってもしかして、そうだよ。だって、俺はだってさ、お前もやったん。夏野の霊を呼び戻したいと思うのは当然のことだろ。お前もやったんか。そう、今日この日に霊が集まってきしまったのは俺が呼んだからなんで、お前らどういうことだそれ。うん。お前何をした。いや、お前もやったん、これ術。いや、同じことやってる。黄泉の亡霊たちを聞きたまえ、どうか。おう、見たもん呼び戻したまえ。何この人たち、どこでそんな
覚えるの？ここ読み漁ってできるようになったってこと？殺された、いや全く同じ名前じゃないわ、結果、殺されたと誰にって話ですよ。俺たち二人が互いに謎の霊を呼び戻そうとして過剰に高齢術を行ったから霊は集まってきたんだろう。なんかそんなこと言ってたよね。確かどっかに書いてあった。だから日があるとすればむしろ今日の夜高齢術をやった俺の方さ、お前やったんやな。やってたんやな。それには俺は、うん、こうなることも覚悟していたから。え？していたの？友達が死んでも、春菜お前はまだ気づいていないんだろうけど、俺はな知ってるんだ。夏野がなぜ殺されなくてはならなかったのか。夏野が誰に殺されたのかを。それ本当なの？ああ本当さ。俺はもう全部知ってる。だから行こう。どこに？もちろん範囲のところでさ、すべてを終わらせるんだ。急な解決編。ナスノちゃんだよね。はじめまして。私、ノリツキ、ハル、だから、友達100人作りたいんだよ。仲良くしてね、うん。うん、ありが、よろしくね、ハルナちゃん。うん、ほおずきかだったかもしれない。はるちゃんって呼んでもいい？もちろん、好きなように呼んでよ。その代わり私も、なっちゃんって呼ぶね。はるちゃん、なっちゃんだね。お揃いみたい。ほんとだね。まやちゃん、まやくん。僕もはじめまして。今日からよろしくね。うん、よろしくね。学校でね、これね。この子とは幼稚園で一緒だったの。おとなしい子だけど、この子とも仲良くしてあげて。そうなんだ。でも私はそんな子の方、私はそんな方、この方が好きだよ。おとなしい方ね。ありがとう、夏野ちゃん。まやくん。違うよ。あれ？マキおじさんと同じ感じだったのにな。ふふ、同じ感じで読み方が違うんだよ。漢字って難しいね。ねえ、あなたのお名前教えてよ。僕の名前は、それが全ての始まりだったんだ。全ての幸せと、そしてまた全ての不幸の始まり。もしもあの時彼女が俺をそう呼ぶこと、今日のこの悲劇が幕を上げることもなんか、じゃあ、行くんか？戻っていい？何見て？死んどるね。でん。いいのかな。こっち行ったね。クソ、出られない。二人とも。もしかしたら今なら出られるんじゃないかと思ったんだけどね。そんなやむくはなかったよ。じゃあ地下に行って水を汲んでから探索に行ってくる。ミツヤくん。どうしたのミツヤ。もういいんだ。もうそんな風に騙し続けようとするな。俺には全部分かったんだよ。俺たちがこうなっちまったその理由が。分かった、だって。じゃあ教えてよ。それが分かればここから出られるかもしれないし。もうやめろ。どんなにすっとぼけたってもう無駄なんだ。マヤ。ナスノを殺したのはお前だな。は？マヤ君が？え？ちょっと待てよ、ミスヤ。突然何を言い出すかと思えば、そんな！僕がナスノちゃんを殺す、そんなことあるわけないじゃない！僕はナスノちゃんのことが好きだったんだからさ。好きイコール殺さないということにはならんがな！え、そうだったの？うん、そうだよ。僕は昔からナスノちゃんのことが好きでさ。彼女僕のことが好きって言ってたから、その、付け始めたんだ。おお！そこまでよかった。転校しちゃったミスヤは知らないだろうし、ハルナちゃんにも教えてなかったみたいだね。僕らはとっても仲良かったんだよ。おお、でもそんなことってあるのかしら。だってナスノちゃんは昔からずっとミツヤ君のこと好きだったのよ。あるな、そこなんだ。それが事件の原因だったんだよ。ナスノは初めて俺に会った時、俺のことをなんて呼んだんだっけ。俺のことをどんなあだ名で呼ぶことになったんだっけ。まさかそんなことで。そう、そんなことなんだよ。たったそれだけのことが引き金になって、ナスノは殺されてしまったんだ。マヤ、お前にな。だから、何言ってるのさ、ミツヤ。
僕とナスンちゃん仲良くやったんだよ。昔好きだったとかそんなの関係ないじゃない。お前は転校しちゃったんだからさ。僕が夏野ちゃんを殺しただなんてひどい暴言だ。そんな暴言を吐くなら確かな証拠くらいあるんだろうね。証拠もなしに僕が夏野ちゃんを殺しただなんて言わせないでほしいな。僕は確かに夏野ちゃんのことが好きだったんだ。そして夏野ちゃんだって僕のことが好きだったんだ。あ、これが証拠だ。お、急に。ねえ、あなたのお名前教えてよ。うん、僕の名前は北村光也っていうんだ。うん、そうなんだ。でもマヤ君の方がしっかり来るな。マヤ君と呼んでもいい？うん、夏野ちゃんがそう言いたいなら。ありがとう。私のこともなっちゃんって呼んでよ。ううありがとう。あ、光也君照れてる。もうだらしないよ二人とも。でも中には入れなそうだからお湯で遊ばせてもらうだけにしよっか。うん、それくらいがいいよ。マヤ楽しそうだな。マヤくんのことがね。そんの？ちょっと春菜、何よその顔。うすうす気づいてたんじゃないの？まあそうなんだけどね。私春菜ちゃんが思ってる通り昔に比べたらもう勇気がないからさ、自分から言えないんだけどね。マヤくんの方から口にしてくれたら嬉しいなって思ってるのよね。この過去の映像、僕のこと、夏野ちゃん。違う、そのマヤくんじゃない。違うのよ、そうじゃないの。マヤくんはあなたのことじゃないの。あなたのことじゃない。何言ってるんですか。僕はマヤだよ。君は僕のこと好きだって言ってくれたじゃないか。うん、そうじゃないのよ。マヤくんっていうのは北村光也くんのことなの。ずっと一緒に遊んでた光也くんのことなのよ。何さそれ。君は転校しちゃったこのことまだずっと好きでいるわけ。もう二度と会えないじゃない。そんなことない。それなのに君はずっとあの子のことを好きでいるつもりなの。マヤくんは戻ってきてくれるって言ったんだもん。だから私は待つの。ずっとずっと待つのよ。うるさい。僕が君のことをどれだけ思ってるか知ってるの。毎日君のことを考えたら夜も眠れなくなるほどにさ。そんな時君が口にしたんだよ、僕のことが好きだと。そんな言葉をね。それなのに君はこれが付き合ってるという錯覚。そんなのただの勘違いじゃない。だって私あなたのこと知らなかったんだもの。やめて、来ないで。助けて、助けに来てよ、マヤくん。うわぁ。嘘。ははははは。いや、まさかこんな風に証拠を見せつけられるとはね。なるほど、復讐か。そうか。ミスはお前の言う通りだよ。ナスンちゃんを殺したのはこの僕だ。ははははははは。ミスヤ君、ダメ。何がおかしい。だって、こんなにおかしいことってある。まさか殺したナスノちゃん自身に告発されようとはね。あれから3年も経って全部、ゆこし、いくそのせいにできると思っていたのに、まさかこんなね、へへへ、あははははは、危ない。なんだ、なんか持ってたのか。おぉ、夏の、助けてくれた。あ。春菜、どうして助けたんだよ、そいつを。どうしてって当たり前じゃない。殺されちゃうところだったんだから、そいつは夏のを殺したんだぞ。当然の報いじゃないのかよ。ふふふ、そうだよ。僕が夏野ちゃんを殺したんだ。だから別にいいのに。殺されたって当然なのに。何言ってるの？殺されるのが当然の報いだなんて思わないで。それで罪を償えると思ったら大間違いなんだから。生きて罪を償ってよ。殺されて許される罪なんてないんだから。確かに、僕は。三谷くんはこのために夏野ちゃんを呼び出したの。麻也くんに復讐するために。そうだ。俺は夏野の仇を取るために高齢術を使った。夏野に前が犯人だということを告発してもらい、そして殺すために。いや、お前殺すんかい。結局殺すんかい。そんなのダメよ。ミセヤ君なら本当は分かってるんでしょ。そんなことしたらマヤ君のように人殺しになっちゃうのよ。うん、もし今夏野ちゃんの霊がマヤ君を殺してたなら、ミセヤ君は夏野ちゃんを人殺しにするところだったんだからね。
はあ、いや、そんな遅えよ、気づくの。それは。復讐したい。そう思う気持ちはわかるよ。ナスノちゃんは私たちの大切な親友だったんだから。ミスヤ君の恋人だったんだから。だけど、ミスヤ君やナスノちゃんがマヤ君を殺してしまったら、二人とも罪を背負わなくちゃいけないし、マヤ君だって、ん？許されない罪を背負って死ななくちゃならないじゃない。そんなのあまりにも救いがないよ。ハルナ、ごめん。俺がバカだった。怒りで何も見えてなかった。いいのよ。だって大切な人だったんだもんね。マヤ君、あなたはナスノちゃんを殺し罪から逃げないで。そうでなければ私はあなたを許すもんですか。いい、きっちりと生きて。それで罪は償っていくのよ。なんでないすんじゃん、お前。そんなこと言われたって、僕には辛すぎるよ。そりゃ辛いわ。だってそれが罪を犯すっていうことなんですもの。まだ泣けるだけの良心があるということか。二人とも、ナスノちゃんはこの屋敷の中庭に眠っている。だから中庭行けなかったのか。僕が埋めたんだ。よこしイクトに罪をかぶせるため、僕は彼の死後、ナスノちゃんの体をそこへ埋め直したんだよ。中にはね。家の中だから死体が見つかっても、よこしイクトがやったことだと、誰もが思う。そう考えたってことなんだね。うん。きっと僕なんかが許されることはない、ことはないんだろうけど。そうだよね。僕だけ逃げたって、あの子は永遠に苦しみ続けなくちゃいけないんだ。どうか、ナスノちゃんを救ってあげて。あの子が待ってるのは僕じゃなくて君たち二人なんだからさ。わかった。あいつを救いに行くよ。俺たちが必ずな。だから死なないように待ってろ。その命はきっとお前だけが自由にできるものじゃないんだ。ごめんね、二人とも。ごめんね、ナスノちゃん。あ、まあ、浄化する感じですね。はい、というところで、今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ大体ね、事件の概要が全て分かったところで、じゃあ中庭にはどうやって行くのかっていう話ですよ。結構ルート探したんだけどな、見つからなかったかな。はい、それではこの続きはまた次回よろしくお願いします。それでは、したっけ。